け。うん、また大きくなった。うん、身長何センチ。154センチだよ。じゃあもうお母さんこしたね。うん、パパ元気だった。元気だよ。晩御飯の期待が高まるでしょ。まあね。いや、しゃべよう、ね。うん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 。どうしたの、パパ。本当に大きくなったね。だってもう小6だもん。うん、あっという間だよな。嘘みたい。でもさ、カオルちゃんだってそうでしょ。毎日会ってるとそんな大きくなったって感じしないね。弟か妹ができたらどうするの。ないって。お母さん子供私一人で十分だっていつも言ってるし。もしもだよ、もしもお父さんとお母さんがもう一人欲しいって言い出してる。お母さん40だよ、まだ産めるよ。産むって言ったら反対する。反対なんかしないよ。いいんじゃない。でもだよ、お母さんにはその沙織も赤ちゃんもさ、自分の子供だけど、お父さんからすればなんていうか、その沙織がさ、あの私があまりになっちゃうんだ。そうかもしれないよ。でもお父さんは私をあまりになんて絶対しない。連れてってよ。いいよ、何がいい。お酒とか飲んじゃったりして。いいよ。本当？でもお母さんに内緒で。うん。Thank you.
ょっと待って。早く早く。何？来て来て来て。よしよしよし。上手でしょ。ねえエリちゃん、上手って言って。上手だね。うん。うん？自分で描いたの？そう。一人で描いたの。おかえりなさい。行ったの？行っちゃったの？言わない方がよかった？だってまだ。パパそこ座ってよ。なんだ。バカだよ。すぐどくからね。ねえどっちかな。え何が？赤ちゃん。男の子かな。女の子かな。えでこっちがいい。弟がいいの。だって、うん、女の子はお姉ちゃんがいるもん。赤ちゃんが女だったらうち女ばっかになっちゃうじゃん。そうか。下駄箱にねケーキあるよ。本当、うん、やった。コーヒーでも入れようか。ビルディア。そう、うん、グラス冷えてるでしょ。おカールケーキ食べないの。好きなやつだぞ。ショックだったみたい。えやっぱり言わない方が良かったよね。いちごがいいかな。あらカオル、こっち来なさい。パパにお買いなさい言ってないでしょ。お姉ちゃんいらないのケーキ。カオル、ビール飲むか。前から飲みたがってただろ。乾杯しよう。何に乾杯するの。何にってお前。ママミルクティー入れて。はいはい、ケーキを食べましょう。おいしい。今度はジュースを飲みましょう。ごく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 。うん、おいしい。仕事？まあね。妊娠中って炭酸飲みたくなるんだよね。飲んでなかった？誰が？前の奥さん。あ？どうだろう。覚えてないな。うん。はい。私もね、カオルやエリコの時のことそんなに覚えてるわけじゃないのよ。だから今すごい新鮮な感じ。いいよ別に気使わなくたって。昔のことだもんね。もう寝よっかな。
んでもいいんだよね。うん。中飲みに行かないか。飲みはちょっとお断りさせていただいてまして申し訳ありません。お疲れ様です。おいちょっと話があるんだよ。ちょっとヤバいんだよ。ヤバいって何が？執行リストに名前が入ってる。俺反対したんだけど、うち宅配事業が不振でよそに譲渡したろ。はい。それで管理職に余剰人員ができて、それを切りたいんだよ。給料が比較的高い内勤の管理職が狙い撃ちされてる。係長のお前だろ。次は課長の俺かもしれない。まあ覚悟しておきますよ。いいのかよ。執行ったって完全に片道切符だぞ。しょうがないじゃないですか。お前四十で倉庫場になるんだぞ。それでいいのか。まあ、給料が変わらないんだったら何やったって同じですからね。まいったな。お前は休日出勤は断るし、有給休暇は毎年度一日も残さず消化し、飲み会は一時会で切り上げ、駅前のケーキ屋かおもちゃへ急ぐ。俺は子供と一緒に飯を食うことや日曜日に遊びに連れてってやることが父親の務めだとは思わない。もちろんそれができれば越したことはないんだけどさ。子は親の背中を見て育つっていうだろう。何か一つの生きがいを持って頑張る父親の後ろ姿、それを見せられればいいような気がする。まあでも子供が大きくなったら一緒に遊園地も行けないし、お風呂も入れないし、抱っこもできなくなりますよ。今子供と一緒にいなかったらいついるんですか。なんてね。本部長な、昔は同期の中じゃお前に一番期待してたんだよ。ですかね。まもなく車高エレベーターが参ります。ね、聞きたいことがあるの。何？お姉ちゃんがね、おパパに聞いてごらんって。何かな。え？パパ連れてきたよ。ただいま。何？何でも聞いてごらん。
エリが生まれる時も最初男の子か女の子か分からなかったんでしょ。そうだね。パパはどっちが良かったの？女の子に決まってるじゃん。なんで、うん、女の子はお姉ちゃんがいるんだよ。パパはね、最初からエリみたいな可愛い子が生まれるって分かってたの。エリじゃなかったら嫌だったんだよ。ね。やっぱそういうと思った。そうか。うん。絶対嘘つくだろうなって。お姉ちゃん何？誰が嘘つきなの？決まってんじゃん。教えて、ね、誰が何がエリちゃんのこと。ほら、ねえ、行こう、入るよ。エリに変なこと言うなよ。何が。いや、何があって、パパとママからね、エリが小学校上がったらちゃんと説明しようと思ってんだよ。私何も言ってないじゃん。言ってるだろう。何しろさ、エリはまだ子供だからな。口止め料もらっちゃおうかな。何を言ってるんだよ。何しろさ、もうエリに余計なこと言わないでほしいんだな。それって命令？そうだよ。命令する権利とかあんの？なんかお父さんみたいじゃん。ねえ、私も命令していい？お父さんに会わせてよ。本当のお父さんに。もしもし、どうした？おめでとう、ゆたきを持ってて。何が？ダダイさん、4ヶ月なんじゃとね。なんで知っとん？そら、ナナエさんが用ちゃったんよ。ちょ、仕事じゃいけ、切るよ。あ、田中さん。好きなさくらんぼ食べな。
したの、大好物じゃない香り。じゃあママもそっちで食べようかな。うん、あ、ラジオイルカ。そうだそうだ、前さみんなでイルカのショー見たよね。見たね。その時カオルすっごいはしゃいでさ、エリちゃんびっくりしたの覚えてる？覚えてない。やったやだ、エリちゃんもダメ、そこ捨てないで、こっちでしょ。全部全部やって、手ベタベタティッシュで、チェロ持っといたら、置いとかない。やってくれてる。ねえねえ、エリーのあざ気がつかなかった？どこ？左の肘の裏側。テレビのチャンネル変えないで揉めてカオルが詰め寄ったの。私も頭に来て引っ叩いてやろうと思って、そしたらあの子私のこと睨むのよ。でもさ、あれって私睨んでたんじゃないと思うよ。赤ちゃんよ、赤ちゃんをずっと怖い目に睨んでたの。うん、どうしたらいいんだろう。やっぱり赤ちゃんになってカオルにとったらさ。産むって決めてるからお袋に言ったんだろ。何言ってんだよ。だってお母さんがカオリやエリも可愛いけど血のつながった孫の顔が見たいって言うから、つい実は妊娠してるんですって言っちゃったの。何だった？喜んでたお母さん、なんかすごい嬉しくてさ、私も。ねえ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 、聞いてる？まもなく社交エレベーターが参ります。いや、一緒にか。おいおい、おい、そんな降り方したら危ないから。あのさ、うん、悪いんだけど私パパは一人でいいの。ここにいるだろ。自分でそう思うのは勝手だけど、パパじゃないんだよね。もうあのね、カオルのパパはもうこのパパになったんだよ。4年前からずっとそうだし、これからもずっとそうなの。いいよそう思ってても。でも私は違うから。そしたらこのパパのことなんて呼ぶの？もう呼ばなくてもいいかもね。別に呼ぶようなことだってないかもしれないし、昔みたいにおじさんって呼ぶのも変でしょ。ちょっと待ちなさいよ、カオル。え、皆さんおはようございます。おはようございます。え、今日はこうやって出向組に並んでもらってます。え、出向組の皆さんは生産性推移グラフを渡されましたよね。田中さん、1時間に何個ですか？712個です。平均は850個です。あ、佐藤さんは何個ですか？1040です。おお、すごいですね。私は1015個です。田中さん、ピッキングの成績上がらないと給料下がるらしいですよ。成績が上がれば昇進するんですか？いや、します。ピッキングから商品の棚入れ、新人に仕事を教えるトレーナー。はい、そういうことです。出向組は4月に来て2ヶ月が経ちました。あ、田中さんは5月からですが、まあ、これから先何ヶ月、いや何年いることになるかもしれませんが、あ、プロパーの皆さんに追いつくように頑張りましょう。頑張るぞ頑張るぞ頑張るぞ
今日飲みませんか。なんかさ、飲み以外でこうパッと楽しめることってないかね。僕はカラオケ行きますね。お、一人で。え、一人で？あ、そう、一人カラオケ。お、弾きます。え、だってそれ別々の部屋ってこと？うん、もちろん。だったら飲もうよ。駅前あたりでいいですか。さんって今どこに住んでんのかな。さんなんていらないわよ。住所知らないの。知るわけないじゃない、ボロボロになって別れたんだから。もう嫌なこと思い出させないで、体調に良くないんだから。大丈夫か。カオルを一度沢田さんに会わせた方がいいのかね。笑ってる。俺だって沙織と会ってるわけなんだから、実の父親に全然合わせないっていうのはおかしいんじゃないか。そんなことないわよ。死んじゃったと思えばいいんだもん。生きてるんだろ。無理に合わせる必要はないけど、薫が会いたいって言うんだったらさ。言うわけないわよ。ねえ、どうしちゃったの？いや、私としては薫と沢田を会わせることを考えてくれるより、あなたが沙織さんと会わないようにしてくれた方がよっぽど嬉しいんだけどね。ねえ、まだ寝ないの？うん、まだ大丈夫なの？うん、じゃあ先行ってるね。私の果てに何があるかなんて俺を知らない、見たこともないあなたの顔が浮かんで消えるだろう。涙の後には笑いがあるはずさ。誰かがいい本当なんだろう、いつもの俺を笑っちまうんだろう。 Oh yeah。 ねえねえ、最近帰るの遅くない？でもさ、うん、給料上がんないんだ。
むしろ下がるかもしれない。なんで？実はね、うん、俺5月から出向で倉庫で働いてたの。ね、5月倉庫、うん、インターネットで注文された商品をさ選んで出してるんだけど、うん、端末から指示が出てその通り働かされてロボットみたいなことやってんだよ。そうなの。うん、まあ、言ったら追い出しだよ。会社辞めてほしいんでしょ。この先どうなるか分かんないよ。それでも俺の子供欲しい。欲しい。あなたの子供。言ってたわね。この間なんかあったの？エリコは？トイレ。いや、今朝私が朝ごはんの支度してる時にカオルが隣に来て、ちっちゃい声で昔のパパ何やってんだろうねって言ったの。で？で私がさあねって言ったらカオルふーんって、まあそれで終わりだったけど。どうしたんだろうね急に。あなたには何か言ってなかった？やめて。やった大丈夫？怪我しなかった？見ればわかるだろう。大丈夫だよ。行ってくる。どうしたの？行ってくんね。どこかで都合つけるから。ちょっと待ってよ。それ沙織が言ってんの？沙織には私から話すから。どうしたの？なんかあったの？仕事はもう終わりでしょ？うん。じゃあ会社の前で待ってて。5、6分で着くと思うから。いやいやいや、俺今あそこにいないんだよ。出向で新木場にいるから。じゃあ新宿で拾う。お宅の駅まで送ってあげる。まあでも6時ちょっと前になっちゃうよ。じゃあ西口で。ただいま。ああ
ただいま。ああ、うん、何？最近全然話してないからさ。うん。ねえ、大学の助手やめない？遅く帰ってくるのも嫌だしさ。あと名字も旧姓使ってほしくないんだよね。うん、もう嫌だ。泊まりも嫌だしさ、ちゃんと帰ってきてほしいんだ。うん、酔っ払っちゃった。何これ、おろしたの？ねえねえ、なんでこれって、ねえ、二人で決めるような内容じゃないの？これってなんか言いなよ。おかしくない？こんなことって、俺が何にも知らないで勝手に全部進めて。子供作りたくないの？俺が欲しいんだよ。今は作りたくないの、まだ。だからなんで言わないの？リタイアしたくないのよ、まだ。リタイアしないで、だって子供のイメージ。私の人生だから。俺の人生でもあるでしょ。だって今仕事辞めたら一生後悔するもん。嫁の権威じゃん。じゃあどうやって育てるのよ。どうやってって、そうやってやってる人たちがいくらだっているでしょ。ねえ、おかしくない？こんなことって。じゃあ実際さ、うん、子供生まれてどうすんのよ。あなたの仕事と私やってることとどうすんのよ。の私のやりたいこと全部できなくなるじゃん。だから協力し合って育てればいいじゃんよ。そんな人いくらだっているでしょ。子供生まれたらね、うん、もう全部、うん、全部後悔することになると。何全部？あなたといたことも全部全部全部後悔すると思う。そうだよ。中で出さないでよ。中で出さないでよ。旦那が教授で奥さんが准教授だと、こういう車乗れんだね。メンタルクリニックもやってるし。へえ。いや、俺もカウンセリングでも受けようかな。どうしたの？いや、何年ぶり。ねえ、さすがにおじさんになっちゃったね。そんなことないでしょ。8月なんでダメなんだ？さっき末期がんなのよ。え？だから沙織が夏休みになったらずっとそばにいさせてやりたいの。え、ダメなの？お医者さんは9月まで持たないだろうって。こないだ沙織会った時そんなこと言ってなかったな。背中の筋肉痛だと思って湿布薬貼ってたんだもん。うん、5月の終わりに病院行ったらもう全身に転移してるって。いくつなんだっけ？
41、数えで42だから厄年。ああいうのってあんのね。バカにしてたけど。相変わらずだね。何が？荒っぽい運転。昔よくやったね、深夜のドライブ。学生の頃ね。中古のサニーだっけ。バイトでお金貯めて買ったやつ。突然海見に行こうってサザン聞きながら九十九里とか。ルカが運転するといつも森田同時ね。暗い。楽しかったね。青春だね。あれ、タバコやめたの？3月から禁煙してんだよね。なんで？まあ家族の健康とかさ、俺だってもう40だし体のこと考えないと。いいパパになったね。そうか。いいパパよ。がんになってないだけでも最高のパパ。秋には絶対2回会わせるようにするから。いや、まあ大変な時だろうからお前も体に気をつけろよ。いや君も体に気をつけてくださいね。2年半で別れた最初の亭主と6年で死んじゃう2度目の亭主ってどっちがひどいやつなんだろうね。俺だよ。何が？今の私の気持ち。旦那がガンで入院してる時に前の旦那と会ってる私の気持ち全然興味ない。いや興味ないわけじゃないけどさ、昔理由は聞くくせに気持ちは聞かないの、あなたって。そうか。ずっとさ、なんで下ろした、なんで俺に相談しなかった、なんで家庭に入らないんだ、理由ばっかり聞いて。産婦人科に行った時の私の気持ち、一人で決めた時の私の気持ち、そういうこと何にも聞いてくれなかった。赤ちゃんを下ろした時どんな気持ちだったか教えてあげる。これからたくさん後悔することができるかもしれないって思ったの。本当たくさんあったわ。赤ちゃんを下ろさなければよかった、沙織を産まなければよかった。
離婚しなければよかった。最初から結婚なんかしなければよかった。大学院なんて行かなければよかった。アメリカなんて行かない方がよかった。再婚しない方がよかった。いや、そういうことは言い出したらキリがないよ。そう、だから今は一つだけ、江崎が背中が痛いって言い出した時、もっと早くに病院に行かせればよかったって。あなたは何も後悔してない。コーヒーでも入れる？ああ、これこの間もらったんだけどさ、すごいいい匂いがするの、ハワイのなんだって。でも飲む花粉じゃないんだよね、やっぱダメなのかな。すごいいい匂いなのこれ。ああ、どうしたの？何？私やっぱりこの家嫌だ。あんた寝ぼけてんの？パパに会いたい。どうしたの？関係ない人と一緒にいたくない。座んなさい。いいよ。
カオル、どうしてこの家が嫌になっちゃったの？パパがいるから？わかんない。でも嫌なの、うん、それはママとかエリのことも嫌？わかんない。やっぱ赤ちゃん生まれるの嫌か？わかんない。カオル、ごめんね。ママが悪い。ママがいけない。ごめん。ほら、寂しかったんだよね。ほら、ごめん、カオル。ほら、やめて。ああ、何やってんの。ちょっと大丈夫？ねえ。待って。待って。あんた今何したの？いいからいいから、もう座ってな。ね、あんた、そしたら薫の前のパパと会わせるからね。今夜もう寝なさい。そういうことじゃない。お前も今もないから。パパはずっとパパだから。パパでしょ。パパじゃない。パパじゃない。パパじゃない。何言ってんの。こんな人家族じゃない。パパでしょ。パパじゃない。何言ってんの。もういいよ。もうあなたがそういうこと言うから、ねえ、もういいから。なんでよ、あんた。なんないで。なんうるさいからやめろよ。なんもういいから。なんだろう、二人とも寝なさいよ。え？これ以上ここで何回やってもしょうがないでしょ。合わせるから寝なさい。合わせるとか。うるさいよ。言ったの。香織さんと待って、あった。予定で板前の仕事してるって聞いたものですから、今こちらでアメリカの兵隊さんに食事を作ってるんですか？自衛隊の給食作ってる。あ、自衛隊いますもんね。在日米軍の再編で4年前に移転してきたんですよ。会いたいなんて嘘ですよ。いや、お宅も名前から聞いてるでしょ。カオルが会いたくなるような仕様じゃないんです、私は。そう言わずに会ってやっていただけませんか。お願いします。嫌です。沢田さん、ご結婚されてるんですか？してませんよ。必要ありませんよ、あんなものは。七重元気ですか？ああ、あいつ、いや、あいつなんて言っちゃいけないか。奥さんって鬱陶しくありませんか？すがってくるでしょ、こっちに。あれが煩わしくてね。子供もそうですよ。あ
なんでしょうね、ああいうのって。こっちをがんじがらめにしちゃうんだよな。今はいいですよ、気楽で。のたれ死にしようが何しようが、こっち一人のことで済みますから。なんで結婚されたんですか？結婚してから気づいたんですよ、それに。首絞めろ、そんなガキ。あっさと寝ろ、クソガキ。私留守番してるから。え、どうして？なんか頭痛いしお腹痛いし。ああ、大丈夫？大丈夫、熱ない。じゃあ寝てなさい。じゃあ三人で行くか。俺も待ってるよ。なんで？ちょっとやっておきたい仕事あるし。私嫌よ、この間みたいに喧嘩になるの。大丈夫だよ。パパ、みくじんだら来てるよ。来てる？大丈夫か？ちょっと入るよ。電気つけるよ。大丈夫か？具合どう？カオルさん、ちょっと話したいんだけど、本当に沢田さんに会いたい？パパのことを嫌いだからわざと言ってんの？もし本当に会いたいならさ。会いたい。できたらパパ会ってほしくないんだよな。じゃあさ、なんで会ってんの、そっちは？え？
そっちの子にももうお父さんいるんでしょ。だったら会うことないじゃん。なんで会うの。なんかすっごい勝手なこと言ってない。会ってほしくないって。お願いします、会わせてください。私やっぱりこのうち嫌だ。なんで嫌になっちゃったの。だって他人なんだもん。嘘なんだもん、こんなうち。そっちだってそう思ってるんでしょ。思ってないよ。だから合ってるんでしょ、沙織ってこと。違うよ。私なんかよりそのこと言った方がいいんでしょ。だったら私にも合わせてよ。だって私のパパだもん。会いたいに決まってるじゃん。赤の他人のおじさんと一緒にいるより、本当のパパと一緒に行った方がいいに決まってるじゃん。でもね、カオル、カオルが小さい時にその前のパパに殴られてさ、歯折られてるんだよ。ママが離婚しなかったらお前本物のパパに殺されてたかもしれないんですよ。あ、ひどい。やめなさい。痛いよ。なんでそんなこと言えの。やめなさい。今日だよ。汚いよ。そんなこと絶対ないから。なんでそんなこと言うの。大丈夫か。お腹痛いの。大丈夫。大丈夫か。薬出しとこうか。大丈夫か。こっち来ないで。カオルちゃん、押すよ。怖かった。カオル、大人の男の人も怖がっちゃうんです。前の主人と別れたばっかりの頃は、もう外も歩けないくらいで、亡くなった私の父にも懐けなくて、だから今日も、今日公園に一緒に行くおじさんはママの一番仲良しのおじさんだからねってずっとカオルに言い聞かせたんです。カオルがあんなに笑ったの久しぶりです。結婚しましょう。
ありがとうございます。ねえお姉ちゃん病気になっちゃったのかな。お腹痛いんだって。お腹痛いなら病気でしょ。病気じゃなくてもねお腹痛くなるんだよ。あ、金魚、お姉ちゃんといるしかない。赤ちゃんのこと忘れてた。そうだね、明日買いに行こうか。うん、出目金にする。ダメ、みんな一緒じゃないとダメで決まってるじゃん。どうしたの？お姉ちゃんと喧嘩しちゃったの？ねえママ、お姉ちゃん飲み回してきていい？いいよ、行ってきな。うん。鍵が欲しいんだって。鍵？一応女の子のお祝いだから、なんか欲しいものがあったらプレゼントしてあげるって言ったのよ。そしたら鍵だって。鍵がないと怖くて眠れないって。ねえどうしたらいい？どうにもできないだろう。だってこのままじゃこの家おかしくなっちゃうじゃない。もともとおかしかったんだよ。沢田さんに会って薫と会ってもらうように頼んどいたよ。もうやめてよ、もうそういうことやめて。ねえもうさ、薫俺じゃダメなんだよ。本当に父親に会わないとダメだと思うよ。会いたいわけないじゃない、薫があんな人と。ねえこの間薫が言ったことあれ嘘よ。いやあんなの本気にしないで。いやあの子本気だよ。私から薫に聞いてみるから。どうした？何やったの？教えてあげただけ。何？捨てられちゃうんだよって。赤ちゃんが生まれたらエリも私も。もうエリ、エリが今パパだと思ってる人はね、本当はパパなんかじゃないんだよ。他人なんだよ。やめなさい。ママはね、私たちの本当のパパを裏切ったんだよ。やめなさい。捨てちゃったんだよ。やめなさい。何？本当のパパに絶対に会わせるんだから、やめなよ。お腹痛いからもう出てって。
してもいい。ママお医者さんで聞いたのかな。お腹蹴るから男の子だって。じゃあ元気よさ。うん、元気よさ。さようなら。さようなら。こんにちは。はい、いいよ。カオルは？ちゃん鍵買いに行った。珍しい匂い好き。それあ、捨てちゃおっかこの鍵。
動いた。ねえ、ちょっと触ってみない？今日さ、病院行ってきたんだけど、ちょっと困ったことになっちゃった。ねえ、妊娠高血圧症って知ってる？なんかひどい時には赤ちゃんもお母さんも死んじゃう怖い病気なんだって。それね、なんかおしっこのタンパクができちゃったの。それって妊娠高血圧症起こしやすいって。だからくれぐれも気をつけるようにってさ。ねえ、どうしたらいい？なんか年齢のこともあるからって言われたんだけど。いや、もう分かんないよ。何を先言ってんの？え？だから妊娠高血圧症っていう。いや、そういうのさ、だから俺に聞かれても分かんないよ。俺医者じゃないんだから。いや、分かんないって。でもさ、あなたの子供なんだし、二人で。いやね、そうやって自分の体に何かいろんなことが起きるんだったら、それもう下ろすしかないでしょ。うん。いやよ。嫌だって言われても俺もう嫌だよ。いやよ。いや、ずーっと考えてる。でも思うんだけど、今だと俺たち綺麗に別れられると思う。だから子供下ろして。いやよ。別れよ。だからこのまま下ろして別れればいいんだよ。だって二人がうまくいってないんだから。いや、そんなことない。そんなことないよ。いや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 、あなたがそんなことなくても、もう俺がダメでしょ。分かんないよ、もうね。あなたのそういうこれどうすればいいどうすればいいっていうのはもう全然分かんないし、薫のことだって全然分かんないよ。それはエリコだって何言い出すか分かんないんだよね。申し訳ないけど、赤ちゃんを下ろして離婚するしかないんだよ。いやよ。お金も全部払う。もう毎月のお金とか慰謝料とか全部払うから。いやよ、ちょっとちゃんと話そう。大体これ何？鍵ってさ、そんなに俺に会いたくない？私これいいよ、出てくる。いやいや、そんなに俺の顔が見たくないんだったら、これ外側につけるやつ。だったら私本物のパパがいい。
手間賃ぐらいはいただけるんでしょう。手間賃って何ですか。わざわざ時間割いて関係ないガキに会いに行かなきゃいけないんだ。それぐらいもらってもおかしくないと思いますけどね。早苗が逃げてから6年になるのかな。もうずっと忘れてたのに小田君思い出させたんだ。いい迷惑だよ。すいません。七重と結婚してからいいことなんか何もなかったし、薫が生まれるともっと悪くなった。この間お宅に会ってからだってひどいもんですよ。月が全部逃げちまって、今日中に利子だけ10万持ってかないと薫に会うとこの話じゃなくなっちゃうんですよね。負けたんですか。弱いくせに好きなもんでね。ギャンブルやるために七重と別れたんですか。客ですよ。七重と別れたくて博打も打ったし、女にも手出したし、酒も飲んだし、とにかく七重が嫌がりそうなこと全部やってみたんですよ。仕事場からアパートに帰るでしょう。角曲がったところで窓が見えるんですよ。いっつも明かりがついててね、待ってるわけですよ私を。ずっと毎日毎日ね、ずっと待ってる。今夜はちゃんと帰ろうと思って、通りの角から窓が見えて、それでやっぱり駅に引き返しちゃったこと何度もありましてね。会いますよ薫に。その代わりお宅結構いい会社じゃないですか。10万ぐらいどうってことないでしょ。可愛い娘さんのためと思えば安いもんでしょう。もう二度と電話とかしてこないでください。いやいやいや、ちょっと待ってください。すいませんキャッシュコーナーだったらその辺にいくらでもありますから。すいません、もし薫が一緒に暮らしたいって言ったらどうしますか。あと40万上乗せしてくれたら前向きに考えてみましょうか。日曜日に朝10時府中の駅前にデパートありますよね。あそこの屋上でお願いします。参考までにお聞きしますが、おいくら入ってるんですよ。10万円です。約束守ってくださいね。あさって必ず。ねえ、薫が知ったら驚くでしょうね。50万で父親に売られそうになったんだぞお前は、って。そんな冗談ですよ冗談。まもなく車高エレベーターが参ります。沙織、どうしたんだ。
したの？うん？だってお母さんがパパに会ったって言うからごめんね、急に来たりして。ねえ、いつ会ったの？ママと？うん、6月の半ばかな。お母さん一緒にご飯食べたって言ってたけど。食べてないよ。二人の証言ちゃんと一致してる。普段の時だったらパパとお母さんが会っても全然気にならなかったんだよ。たまに会えばいいじゃんっていつも言ってるんだもん、私とお父さん。お父さんも？そう、うん、だからさっきは急にお父さんがかわいそうになっちゃったの。ひどいよこんな時にって。なんか悲しくないんだよね。ん？変な感じなの。学校の担任の先生とか仲良しだった近所のおじさんとかが死ぬような感じなの。悲しいことは悲しいんだけど、昔お母さんが死んじゃうことを想像したことがあるの。痛くなってもう布団の中で震えちゃったの。でもそういうのがなんかお父さんの時にはないんだよね。ずっとねお見舞いに行くたびに
心の中で謝ってるの。ごめんなさい、ごめんなさいって。だってお父さん泣くんだもん、うん、私の顔見ると声出なくても呼吸器からシューシューって音がするの。シューシューとごめんなさいごめんなさいばっかりで帰ってきちゃう。まあでもしょうがないよ、泣けなくてもさ、悲しくなれなくてもね。それは沙織が悪いんじゃないから、江崎さんもそれ分かってくれると思うんだよね。だってさ、もしパパがだよ、ガンで死んじゃうってなった時に、カオルとかエリコが泣けなくてもパパしょうがないなって思うもん。だってさ、本当の親子じゃないからね。エレ一人で留守番させらんないでしょ。俺一人じゃないんだよ、行くとこもあるし。ちょっと待ってな。誰あの子。沙織だよ。あのね、沙織のお父さんがガンで危篤なんだよ。それで今病院に連れて行きたいの。電車も止まってるし、タクシーも全然だろ。だからもうちょっと分かってよ。ちょっと俺運転したいからね。どいてそこ。沙織ほら乗りな。ほら早く沙織。ごめんなさい、私やっぱり一人で帰ります。早くしなさい、大変なんでしょ。何をやってんの。いいの沙織。どこ行くの？お家に帰らないの？ちょっとね、行くとこがあるんだ。どこ？え？どこ行くの？ちょっとね。近いの遠いの？メリー、パパ運転で忙しいから静かにしてなさい。だから、どこ行くのって。ちょっと静かにしてなさい。エリちゃん。はい。ねえ、エリちゃんって言うの？うん。
ちゃん誰？私？そう。なんでパパと一緒にいたの？エリちゃんのパパと私お友達なんだよ。友達？おかしいよ。パパは大人だし、お姉ちゃん子供じゃん。大人と子供でもお友達になれるんだよ。ねえパパ、それ本当？沙織っていうの、私。沙織ちゃんって幼稚園にもいるよ。そっか、まだ幼稚園なんだ。ちっちゃいんだね。うん、でもね、エリクリスマスにお姉ちゃんになるの。弟が生まれるんだよ。本当？うん、ね、そうだよね、ママ。そっか。うん、赤ちゃんが生まれるんだ。教えてくれないなんて水臭いな。親子なのに。親子って誰と誰が親子なの？ねえ。よし。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。何かあったら電話しろよ。一緒に行ってあげなさいよ。友達なんでしょ。死んじゃうのがすごく嫌だ。父さんともっとずっと一緒に。ねえパパ、私のお父さんに会って。パパが？お願い、会ってほしいの。私のパパだよ。父さん。父さん。父さん。Woo!
あのさ、お姉ちゃんがさパパの話してたと思うんだけど、あれ本当は冗談じゃなくて本当の話なのね。あのパパはさ、あのずっと昔にママじゃない人と結婚してたの。ほんでね、その時に生まれたのがさっきの沙織ちゃん。ほんでママもパパと出会う前にね、ずっと昔に違う人と結婚してた。でその時生まれたのがお姉ちゃんとエリなの。わかる？でもね、今はパパの奥さんはママだけだし、ママの旦那さんはパパだけで、エリとお姉ちゃんのパパっていうのはパパ一人だけ、このパパ一人だけなの。わかるかな？何しろさ、今ねパパとママが一番大好きなのがエリとお姉ちゃんで、一番大切なの。そのこと分かってほしいなと思って。それでさ、さっき言った沙織ちゃんと。分かった。だから私と沙織ちゃんも友達なんだ。ピンポン。ねエリってすごい頭いいでしょ。頭いいな。もし聞かれたら、ママもエリも元気ですって言ってあげて。それと体調には気をつけるようにって。うん、行ってきます。行ってらっしゃい。ねえ、その味見が済んだらさ、ちょっと出かけようよ。どこに？え、デパートに。もういるわけないわよ。まあいるかいないかはどっちでもいいんだけどさ、なんか行かなきゃいけない気がするから。そんなの。じゃあバターにしてる、あげてきてください。はーい。どうぞ。お、あら、カメさん。うん。これじゃあ一個食べたらさ、あとは残りお姉ちゃんと食べよう。うん。食べていい？いいよ。いただきます。おいしい？うん。おいしいよ。おいしいって。カメの味。すいません。じゃあ1時間後にここで。まだいたらどうするの？もう遊園地かなんか行ってるだろう。行こうか。ねえお姉ちゃん、遊園地に行ったの？え？エリも今から乗り物乗れるよ。誰と遊びに行ったの？友達だよ。入れるぞ。うん。はい、どうぞ。気をつけてよ。うん。あ。
カオル一緒じゃないですか。え？あれエリコですか。ええ。エリコの顔覚えてないんですよ。ああ。でも大きくなったんですね。カオルは朝ちゃんと出かけたんですけど。退屈はしませんでしたよ。すいません。子供が遊んでるの見るなんて何年ぶりかのことですから。10円だか50円だか100円だか入れるとガチャガチャってするとカプセルが出てくるやつあるでしょ。あのちっちゃいつまんねえおもちゃが入ってるやつ。カオルあれが大好きだったんですよ。たまに遊園地なんか連れてっても大きい乗り物なんか見向きもしないで隅の方でガチャ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 私のポケットの小銭がなくなるまで。意外と覚えてるもんですね。どうでもいいことばっかり。あの話やっぱりやめましょう。あの話って言うと薫を引き取るって話。ああ娘育てるなんて1億ぐらいもらわないと割に合わない。お宅だってそんな金出すぐらいだったら自分で育てたいでしょ。はい。子供ってね本当嫌なんですよ。うるさくて煩わしくて。でもお宅は好きなんでしょ。いやでも自分の子供だけですよ。お金終わっちゃったみたいですよ。ちょっと行ってきます。私が行きましょうか。本当ですか。100円玉いっぱい持ってるんですよ。ああ冗談です。よかったら使ってください。ああすいません。パパ止まっちゃったよ。よし。あのおじちゃんパパのお友達なの。そうだよ。お友達エリのパパのでしょ。おじちゃんが100円くれたんだよ。ありがとうで手振って。よし入れるよ。うん。はい、よし。いいね。ありがとうございます。じゃあ私そろそろ。あ、佐藤さん、今度また薫が本当に会いたいって言い出した時に連絡するんでぜひ会ってあげてください。小学校6年生の女の子ってどんな感じですか。いや身長とか全然見当もつかなかった。ちょうどあれぐらいですかね。あんなに大きいんですか。いや、あ、じゃあこれ薫じゃなくてエリコに渡してください。いいんですか。よかったあなたが来てくれて。いや捨てるのもったいないし。これ薫に渡しますよ。いやそんな、いや子供っぽくて笑われちゃいますよ。ちゃんと薫に渡します。佐藤さん、ありがとうございます。終わっちゃったみたいですよ。あじゃあすいません。パパ100円、うん、よし、じゃあ入れるよ。うん、はいよ。
ただいま。どうだった？楽しかったよ。もう最高。そうか。これ、プレゼント。開けてみれば？今。うん。何か言ってくれればそれでいいよ。パパも何だか知らないの、中身は。何それ。預かったの。誰から？わかるでしょ？パパは前に言ったよね、嘘はついちゃいけないよって、約束は守りなさいよって。カオル今日それできなかったんだろ。どういう気持ちになった？分かったでしょ？
手に何があるかなんて、おいえ悲しみの果ては素晴らしい日々を送っていこうぜ。赤ちゃんの心臓の音なんだって。ねえ、まだ生まれないの？生まれた時はさ、きっとこの音がおぎゃおぎゃって声に変わるんだと思うよ。お姉ちゃん遅いな。まあお姉ちゃん千葉だからね、まだ着かないと思う。だからエリおばあちゃん家に行かないでって言ったのに。まあでもさ、お姉ちゃん自分でよく考えて決めたことだからしょうがないよね。お姉ちゃんおばあちゃん家に引っ越しちゃうの？まあそれは中学卒業してからだね。だからさ、冬休みとか夏休みはそのリハーサルだって。リハーサルって？リハーサルってまあ練習だね。すぐだって、お姉ちゃんのバカ、早く来ないと生まれちゃうよ。生まれたの？コール。Thank you.